彼に電入られる年や。それに夏もうちで世話しちょってね。それはほんなこと助かっとります。今さら米ができんちゅうとおいに泣きついてこられても困っとよ。すいまはん、ほんなこと。おはんな、去年もそげんして頭下げたじゃなかか。すいまはん、すいまはん。すいまはん。まあ区長さんと相談するで。今日はもう帰やん。私が私の形を失うて、あんたがあんたの形を失うて、獣の子となって死んでるもんでも生きてるもんでもなか、気色の悪かもになっていくのが恐ろしゅうして気持ちがよかと。おっかなくて気持ちがいいんですか。そう、もしかしたら昔々私とあんたはどっかの国のどっかの村で焦げんして抱き寄ったりしよったとじゃなかとかい。それじゃなかなら100年後のいつの日かにやっぱり焦げなふうに抱き寄る男女がおって、あんあん言うて、人の形じゃのうなっとが私とあんたじゃなかどかい。ないか嬉しいね。え？ちょっとだけ嬉しいやろ、そげなふうなこと思ってみたら。待ってて。